見えてる、あ、見えてた。こんばんは。え、聞こえてる？こんばんは。連休ですね、皆さん。連休最終日なので、こんなカラオケに来ています。昨日は夕方配信になってしまって、外から配信をしていなかったので、来てみました。こんなところに。じゃげー、こんばんは。すごい、デカタコが今日いっぱい集まってますね。もうすでに。ありがとうございます。あれに書いたんですけど、すごいタコやばい。あれ見た？ファンルームデカタコちゃん集めますって言ったんだけど、もうすでに大量のデカタコが集まっています。ありがとうございます。ちょっとコメント遡っていくので、みーくん200回目の訪問ありがとうございます。たくさんこれからも遊びに来てください。そして11位、あっという間にありがとう。こんばんは、のぼせに来ました。ですね、ここまで大丈夫、ここまで大丈夫、ここまで大丈夫、読んだ大丈夫、ここまで大丈夫、読んだ、 OK。ありがとう11位。そしてハーナビーがどんどん上がっています。ありがとうございます。なんかカニのアバターでタコ投げてるの見るとめっちゃ面白いですね。タコアバター、この1週間のうちに作ろうかな。早めにタコ書いて提出してみようかな。のぼせに来ました、ありがとうございます。デカタコルーム徘徊してこなくては。そうだよね、みんな多分ミッション全然だと思うんだけど、6時から始まったイベントで6時15分ぐらいから始めちゃったからごめんなさい。こんばんは、のぼせに来ました、ありがとうございます。こんばんは、にです。いつもはご飯食べた後とかに配信したりする休日が多いんですけど、はい、今日は一人でカラオケに来て、一人でただただタコ配信をしに行きました。なんですけど、やっぱり外に出て配信するには早めの時間の方がねいいなと思って来ちゃいました。タコがいっぱい、すごい、ありがとう。あとあれだな、なんか祝日最終日でこの早い時間にカラオケする人ってあんまいないみたいで、今日は周りが静かでいいです。今から蒸気でホットアイマスクつけながらお昼寝しようとしてたんで、最高の子守歌配信ありがとう。だってやばすぎ、もう今から寝たらもうずっと寝ちゃうよ。昼って書いてある。やばすぎ。今日っていい推しの日なの？どういうこと？4日？丸4でいい推しの日ですか？はあ、今日はいい推しの日だそうです。皆さんはいい推しに会えましたか？そしていい推しの配信に来れてますか？イエーイ。じゃげー、こんばんは。うわー、コードが絡まりました。イエーイ。よーし、イベントフェーズのオンライブ一覧からルーム回ってミッション達成するぞ。ありがとう、嬉しい。てらっしゃい。仕事終わった、だってお疲れ様さ。始まっていたか、そう、今始めた。
ピンクの服珍しいでしょ。これインスタにさ、韓国旅って言って1個目に載せた時の服と一緒。可愛くない？これかつてのファンの方からのプレゼントです。かつてのファンの方って言うと違うな。ファンの方からのかつてのプレゼントです。かつてがかかる場所が違った。今でもファンの方そう、今はいらっしゃる。今違う、かつてのファンの方で、ファンの方からのかつてのプレゼント。そう、去年だか一昨年だか、そう、現役の時も多分最後の握手会あたりで来たんじゃないかなと思う。去年かな、だからもらったの。そう、すごく可愛いトップスいただいてね、そう、お気に入りなのでずっと着てます。最後のそうオンラインかなんかで来ました。お気に入りなので旅行にも連れて行って、今履いてるスカートも実はファンの方からいただいたものなんです。これロングスカート履いてます。けいこさん、ファンレベル10に上がりました。ありがとうございます。10ヶ月連続10回目ありがとう。突破隊41人になりました。うわーい、ありがとうございます。41突破、これからもよろしくお願いします。わーすごい、イベント始まってすぐだから多分競合さんがいなかったり、みんなポイントが伸び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 まだしてない時だと思うので、あっという間に3位になりました。すごいですね。そしてタコさん、いっぱいありがとう、嬉しいです。イエイ。明るい色ね、かわいいよねこれ。こういう色のやつ自分で買わないけど買ってみようかなと思っていっぱい探してるの今。そう、あんまり、あんまりなんだろう、どのぐらいの色味でどんなデザインで買えばいいか自分だとわからないですこんばんは、ありがとうございます。磯風さん、ありがとうございます。ファンレベル10に上がりました。10ヶ月連続の10回目突破隊42人になりました。ありがとうございます。42突破です。ありがとう、これからもよろしくお願いします。タコイベってことはもちろん景品は肉寿司だよね。どういうつながりそれ普通だったらタコ寿司って言うんだけど、肉寿司どういうこと。すごーい、タコいっぱいありがとう。ミッションタコさんも、普通のタコさんも、あと磯風さんのキノコクマちゃんもありがとうございます。ねえ、タコすごいでっかいね。これデカタコ祭りって、1ゴールドで大きいギフトが投げられるお祭りなんだけど、これは本当にみんなが楽しめる、画面が華やかになるイベントだから絶対に参加しようって思って、はい、即参加ボタンを押しました。花火ありがとうございます。すごい、3万ポイント達成しました。わーい、ありがとう、嬉しいです。そして3位になったということであれですけど、昨日までのハロウィンのイベント、あ、やばい、背景ハロウィンのままだそう、ハロウィンのイベントも3位になりました。ありがとうございます。すごすぎる、本当にありがとう、嬉しいです。あと骨クマちゃん、骨クマ死神バージョンも確かランクインしてた気がする。また31引き換えできる券がもらえた気がするんだけど、気のせいかしら。私まだ期間内に変えられる31の券いっぱい持ってるから、早く行かないといけないので、明日の仕事終わりに引き換えてこようかなと思っています。はい、デカタコタワーの色がキモかわいいだって。そんな変な色してるんですか知らなかった。こんばんは、ありがとう、こんばんは、 Thank you。
久しぶりのデカギフトだよね。え、そうだよね、前やった時なんだっけって感じね。でもさ、さっきお知らせ見たら1タワー祭りも来週あるらしいよ。今月はデカギフト祭りが多くて楽しみ1タワーもあれ面白いよね。大変なことになるじゃん、いつも画面上が。楽しみにしてます。こんばんは、やっほー、初見さんもありがとうございます。茶気温泉です、よろしくお願いします。今日もゆったりまったり配信していきますね。あ、そうそう、嘘タワーみたいなやつをなんか11月11日があるからか、1タワーギフトみたいなのが来週のイベントかなんかであるみたいで、お知らせでさっき届いてたの。な、今週何のイベント参加しようかなって見たら、そう、1タワーがなんか復活するって書いてあったから、それも楽しみにしてる。ただでさえ重いショールームがさらに重くなるなんてやめてくれね、ピンクのタコかわいいよね。なんかかぶってるんですかこれは。ピンクタコとなんかこのさ、デカタコのやつも真っ赤っかじゃなくてなんかローズピンクみたいなタコなんだけど、かわいい、いい感じ。キャンパーさん100回目の訪問ありがとうございます。嬉しいです、たくさん遊びに来てくれてありがとうね。これからもぜひよろしくお願いします。ただでさえこのルームは我々の愛で重いのにね。そうですかって何なんですか。そうですよ、今日はカラオケするの、だってしようかなぐらいに思ってます。はい、せっかくなので。2位になった、早ーい、みんなありがとうみんなありがとうございます。早いよ。でもあれですね、まあ、時間が早いからまだ参加してる人がね少ないんですよね。6時からなのでこのイベント、はい、参加してる方が少ないので、とはいえあっという間に2位でびっくりしてます。ありがとうございます。そして初訪問の方と2度目ましての方、たくさんありがとうございます。茶気温泉の乙木ひとみです、よろしくお願いします。いつもゆったりまったり配信してますので、もしよかったら見てってください。そして今ルームフォローしてない皆さんは、ぜひこのタイミングでルームフォローしていただけると嬉しいです。お願いします。伸ばせに来ました、ありがとう。こんばんは、こんばんは、にです。この絵面でカラオケしなかったら割とびっくりするって言われてるそれはそうそれはそう。待って、なんかさ、リップがさなくなっちゃってるからさ、口から。あ、ありがとう、え、優しい。今いる方めっちゃフォローちゃんとしてくれるじゃん、ありがとうございます。ちょっとリップ塗ります。いい感じ。はい、リップを塗って復活しました。今何してるんですか？働いてますよ。はい、最近いろんなことが起こってて大変なんですけど頑張っています。はい、はい、フィーのリップ塗りました。フォローしてって言うとちゃんとフォローしてくれるの、かわいいね。本当にそう、嬉しいし、やっぱり私からフォローしてねってこうやってお願いしないとなかなかこう行動に移してくれる人も少ないのは事実なので、毎日毎日ちゃんと言いましょう。はい、ハロウィンイベ3位もありがとうね。今コメントしてくれた方いましたけど、ハロウィンイベ昨日までのイベント3位になりました。ありがとうございます、本当にすごい、やばすぎ。それもイベントの最終枠
の時間に配信してないのになっちゃうのがやばすぎる。3位ってやばいでしょ、どう考えても。ありがとうね、それまでたくさん応援してくれてた証拠だ。お、カッツさんのファンレベルが10に上がりました。ありがとうございます。10ヶ月連続の10回目突破対43人になりました。ありがとうございます、嬉しいです。続いて投げ逃げさだちゃんは初訪問でした。間違えて読んじゃった。3000位なぎさんのファンレベル10に上がりました。ありがとうございます。10ヶ月連続の10回目突破対が44人になりました。ありがとうございます。とんでもない人数で増えてるっぽいのでどんどん読んでいきます。大岡さんのファンレベルが10に上がりました。ありがとうございます。8ヶ月連続の8回目突破隊が45人になりました。ありがとう、嬉しいです。すぐなってくれてありがとうね。フォローしました、だってありがとう、嬉しいです。お疲れ様さコメントもありがとうございます。そして R さんのファンレベルが10に上がりました。ありがとうございます。8ヶ月連続の8回目、突破大会46人になりました。ありがとうございます。早くも46人、ありがとう。ぜひ今月最後まで応援してください。お願いします。今日のチャレンジ、結婚して投げた人は全員ダメです。厳しめです。今日は何時まで配信ですか？今日はカラオケルームを7時半、7時26分まで撮ってるので目安それぐらいです。はい、ショールームのイベントで終了時刻に配信しないとめっちゃ不利なのに、すごいよね。本当にそう、配信最後の時間できなかったら当たり前に 4、5位分ぐらい落ちるの当たり前なんですけど、そうなのに3位にいた酒温泉やばすぎた。ありがとうございます、いつもいつも。こんばんは、ありがとう。お、20ルーム突破だって。ミッションのタコさんも投げてくれてありがとうございます。今日初見さんが多いのは多分あれだ、デカギフト祭りのルームを徘徊してくれてる皆さんだ。絶対そう、こんばんは。絶対そうだよね、ありがとうございます。ミッションで寄っただけの方もいると思うけど、これを機にルームフォローしてください。茶気温泉覚えてね。茶気温泉ぜひ、前ほぼ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 毎日配信してるので、ミッション集めも、あのミッションでの集めるやつで利用していただいても構いませんし、気に入ってくださったら通ってください、お願いします。私初訪問表示連発してますって書いてある、絶対そう、今日本当に多いと思う。今日っていうか今週特に多そう。いつもとね時間違うのもあるし、イベントが始まってすぐの時間帯だから、推しのために今集めておこうって方も多いと思うんですけど、はい、気になったらすぐフォローしましょう、お願いします。お待ちしてます。すごい、今ねコメントとギフトよりも訪問の方の表示が多いぐらいになってます。すごくない？すごい状況じゃない？ありがとう、みんな来てくれて。お気軽コメント、お気軽フォローお待ちしてます。お気軽お気軽、みんな6時とかあんまり配信しない時間帯なのに、うちのルームのファンの皆さんも来てくれてありがとね。昨日はねラジオだったので顔出ししてなかったんですけど、今日はちゃんとメイクして顔出ししてます。徘徊してたらタコの被り物がいました。これはチャケモだって。え、今週はタコか。この前はイカじゃなくてなんだっけ、イカじゃないカニです。絶対間違っちゃいけない。この前はカニだったんですけど、イカ。今週はタコか。絶対間違ってはいけない種類で間違えてしまった気がします。はい、こんばんは、ありがとう。たこいべってことは今週のどこかに私がたこ焼き食べに行かないとってことですね。だってたこ焼き配信もしたいな。でもたこ焼き器がうちにないから、たこ焼き糸配信
したいな、今週どっかでやろう。たこ焼き糸とタコのかぶり物は分かんない、やるか分かんないですけど、銀だこハイボール配信はやばすぎる。それ私も参加してもよろしいでしょうか。みんなでやりたいよね、正直タコパ結婚していっぱい投げてきてる気がする。今日ピンクだから赤だから紛れると思ってるんでしょう。ダメです。みんな先に言っとくけど、ピンクだろうが赤だろうが結婚してはダメですこんばんは、ありがとう。すごい、初見さんいっぱいありがとうございます。すごい、待って、チャケだ、久しぶりって書いてある。嘘、こんなことあるの久しぶりチャケだよねえ、よくたどり着いたね。チャケ温泉って名前でやってるんですけど、大々的に宣伝してないので、たどり着いたらラッキーって思ってくださいっていうルームでした。チャケでーす、久しぶり、ありがとう。ちょっと見てってください、よかったら。あとよかったらルームフォローもしといてくださいありがとう、嬉しいよ。野菜屋 R さんのファンレベル10に上がりました。9ヶ月連続の9回目トーパターン47人になりました。47の素敵なあの街歌いながらですね、ありがとうございます。すごい、ここに来て人にたどり着いてくれた方がいらっしゃいます。 OK だって、優しい、ありがとう。やったやった、すごいね。なんか今まで茶気温泉さ、めったなことがない限りあんま宣伝してこなかったじゃないですか。この1年も2月からルーム作ってるんですけど、実は多分トータルでこの配信のアカウントのことを X とかインスタで宣伝したことって10回もないと思う。なんなら5回もないぐらいだと思うので、ショールームの中でぐるぐる回ってたらたどり着いたとか、飛ばされてここに来たっていう方じゃないとあんまり知らないと思うんですけど、たどり着いてくれたからにはぜひぜひこれから応援してくださいはい、こんな勢いを見せてますけど、非道です。初見用、卒業してニートしてダブルワークして社長になりましたやばすぎ。実はこの流れが全て事実です、ふふ私の経歴、この1年の経歴をざっと説明するとそれです月々が陶器、陶器なの、死ぬ陶器やばい。おぬぬめに出るのマジおすすめされるほどのルームになったか、やったー、ピースピース。おすすめされるぐらいのルームだって、やったね、嬉しいな。そう、さっきもう一回アイドルやってくださいってコメントあったけど、アイドルはやらないな、すまんな、すまんな。25、26歳になる年から改めてアイドルはやれんなこれからスタートはちょっときついな、もう体力もゼロ何もできん、動けません。ステラ持ちは違いまんなって言われてる。ステラ2位だもんね、シルバーステラだもん、めっちゃ嬉しい。うん、そう、すごいよね。今月ってか先月か、先月のステラはシルバーでしたからね。お、すごい、5万ポイント達成の花火、ありがとうございます、嬉しいです。5万ポイント花火ありがとう。すごい勢いでタコが飛んでました、ありがとうございます。タコさんとキングリッターもね、気にして投げてくださってる方いらっしゃいましたよね、ありがとう。ステラおばさんステラお姉さんですから、私おばさんじゃないですよ。
最近でもステラおばさんネタもなんかさ言えなくなっちゃったじゃん、ある投稿のせいで、ある方の投稿のせいでステラネタも今口に出せないし、はーいとか言えないし、もう困ってるんですけど梅っちさんのファンレベル10に上がりました。9ヶ月連続の9回目突破隊が48人になりました。ありがとうございます。48だ、ありがとう。すごいね、どん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 突破隊も増えて嬉しいです。ありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。お、グリッター爆発ありがとう、やったー、すごい、グリッター連発じゃないですか、ありがとうございます。初めてやっと20ルーム回れた。あ、本当にありがとう、回ってくれて Thank you。 すごい、いっぱいタコが待ってるもうなんかコメント確実に読めないのいっぱいあるんですけど読めないんですけどって感じなので、はい、控えさせていただきます。ステラお姉さんのこと分かってるんだよな、読めないんだよなっていうそれも読めないんだよな、やめてくれ。あれ大変そう、なんか本当に X ってすぐに炎上するからやね、大変だ。あら、なんか3位になってるけど、今そんな勢いのあるルームはどこなんだろう。タコイベって名前に書いてある人がいる。なるほど。まあまあ、ゆるくいきましょう、今週も。よろしくお願いします。すごい、待って、本当に初見さんと二度目さんがいっぱいいる。すごいね、ありがとうございます。お、ミッションコンプリート嬉しいです、ありがとうございます。うれちみです、この時間で。大変だよね、ミッション全部先にやっておけなかったし、ごめんね。1億総監視社会だよね、いや本当にそうだよマジで。だから茶気温泉だってこれ生配信だからね、発言には気をつけなきゃいけないんですよね、本当に本当に編集できないからさ、 YouTube とかだったらね編集してあかんと思ったらカットできますけど、生配信はカットできない世界で戦っておりますからそうですよ、我々は気をつけてますよ。本当かな、あれおかしいなねえ、本当だよ切り抜き怖い、本当。たけちゃんこんばんは、ありがとう、こんばんはに。カラオケ配信、そう、カラオケにいるよう配信になっちゃってる今。カラオケにいるんだけどカラオケしてない配信になっちゃってるので、はい、カラオケをするんだったら今からしておかないといけないみたいな。でも今週はカラオケイベントじゃないからアリバイ定期じゃなくていいよねっていう、そこは良かったねって話ですねはい、そうなの、突破隊の入隊も多くてタコさんもすごい飛んでる中で、あの今歌ってしまうと入隊めっちゃ大変なところに来るかなとか思っちゃってできないけど、どうしようって思ってるってなってます。どうしようかな、のぼせに来ました、ありがとうございます。こんばんは、茶気温泉です、よろしくお願いします。今日はあんまり見ない方の挨拶コメントとかも多くていいですね、新鮮な気分です。最近は夕方配信とかこういう変な時間の配信をちょこちょこするようになってるので、うん、なんだかね珍しい温泉だと思われてると思うんですけど、普段というかまあ平日は基本10時11時台がメインなのでね、すいませんね、皆さんは寝落ち覚悟で見てください。普段夕方配信自体は別に変な時間帯だよね、それはそうそれはそうです。アワードの通知って来た、なんかね多分だけどね、アワード自体がこれ昨日は話したんだけど、アワードの表示見てるとなんか全ての表示の中から上位15人とか上位何人が
ノミネートですっていう風に書かれてるから、もうあれで発表されたことになってるっぽくって、まあでも実際そうじゃん本当に。だってランキングわざわざ発表する必要ないじゃん、そこに出てたから。そうだから多分あの時点で発表されたことになってるんじゃないかなと思います。以前はねこうなんか 割と分かりやすくノミネートって、今までああいう順位が出ることがなかったのでノミネートドーンってあったと思うんだけど、あの48とかあの辺の人たちも含めてね、はい、ちょっと分かんないんですけど、まだ自分はそれでいいやと思ってるので問い合わせてもないです。確実に多分あの新なんていうのネクストトップランカーは多分1位か2位通過だったと思うので、気にしてなくて聞いてなかった。こんばんは、やっほー、ありがとうございます。そうネクストの対象の人か誰か分かりにくいけど、なんかこういう私の性格なので1位の人から毎日配信何日目とかそういうので日数全部計算したんですけど、私か山田京香ちゃんのところがあのどっちかが一番最初に入るメンバー、ネクストトップランカーの1番か2番になるはずだったので、別になんか、うん、分かりにくいけど分かりにくいけど分かるなって感じでした。そうだからあんまり気にしてなかったんだけど、その上の人たちはみんななんかもう何百日連続配信みたいなとか、なんか配信5年目6年目って書いてあるアカウントだったから、そうあんまりそっかって思って、そう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 ぐらいかなって思ってるんだけど、まあでも聞いといた方がいいのかな。まあ聞いたら聞いたで多分翌営業日までにはうん回答くれそうです。ショールームさん早いので一応聞いてみようかな。気になるよねみんなも、さすがに。でもそれだったら普通に発表してくれればいいのにとも思いますけど。のぼせに来ました、ありがとうございます。こんばんは、やっほー。練習の成果やばい、あれじゃん、涙の表面張力とグリーンフラッシュのひどかった、あの出来からどれだけ変わったのかね。やばすぎ。じゃげー、こんばんは、ありがとう。確かに、カニー。カニねー。こんばんは、ありがとうございます。やっほー、こんばんはにー。茶券温泉です。今日もゆったりまったりよろしくお願いします。あ、普通のタコも歩いてる。かわいい。デカタコの限定のデカタコじゃなくて普通のタコも歩いてった。かわいい。ありがとう。タコタコ。なんかさ、氷なしで頼んだら氷なしのサイズできた。なんかさ、あの、詐欺らないんだなって思った。これ氷ありでこれぐらいになる量のなんか飲み物の量できた。入れる量は一緒だった、ちゃんとこの量で、そう氷入れてこの量になるじゃん、これで出されるじゃないですか、提供されるじゃないですか。これをね取られました。あ、ありがとうございます。たまやー。6万ポイント達成しました。すごーい。ありがとうございます。イェーイ、6万ポイント突破。6万ポイント突破です。そして、なんか知らない間に2位にまた戻ってました。ありがとう。なんか今日のこの時間帯の順位あんま参考になんなそうなので。まあまあ。落ちても登ってもどうなってもあんまり気にしないでください。こんばんは、ありがとうございます。やっほー、こんばんはにです。
ビッグマックは箱じゃなくて包み紙にしてもらうと食べやすいわよ。だってなんだそれは気になる、気になります。まあこれからだよね、初日だし。と、なんか初日のだいたいなんか22時23時台ぐらいからの動きでしかイベントは決まらないなっていうのは、この一般枠になって知ったことですね。マックライフハックが書いてあった、モスも書いてあった待って、タコ止まらないんだけど、ありがとうございます。ずーっとタコがいる、壇上というか画面に。すごくないずっとデカタコがいる。こんばんは、のぼせに来ました、ありがとうございます。仕事中につきお届けのみでごめんなさい。全然です、むしろ忙しい中ありがとうございます。茶器温泉はほぼ毎日ゆったりまったりやってるので、今はい来られなくても明日以降でもぜひぜひ自分が来やすい時に来てください。お願いします。ずったこたこ焼きね、たこ焼き食べたくなる。カラオケあるあるのさ、カラオケメニューたこ焼きとかもさあったからさ、さっき頼もうか迷ったんだけどさ、ここでご飯食べちゃうのももったいないなと思ってやめちゃった。ここ芋もちもあるんだけど、芋もちもたこ焼きもあってちょっと罠だいぶ罠。メイド芋もちチャンス、メイドがないな芋もちはあってもメイドがないけど。ヤッホー、はじめましてだって。コメントあんまり見たことないけど、初見がついてないってことは回ってきてくれてるのかな。ありがとうございます。こんばんは。芋もちあるの珍しいね。珍しいのかな、わかんない。そう、芋もちがあるカラオケボックスでした。芋もちがあります。初見です、ヤッホー、ありがとう。茶器温泉の竹ひとみです、よろしくお願いします。茶見さんも挨拶ありがとうございます。お気軽にコメントしてください。そしてお気軽のルームフォローもお願いします。ぜひまだフォローしてない方、今がチャンス、やってください。疲れ生です、生です。伸ばせに来ました、ありがとうございます。こんばんは。最近たこ焼き食べてないな。だってそう、たこ焼き食べてないし、芋もちも食べてないです。徘徊してたら次はたこ焼きのかぶり物いました。ちゃけもうさっきねそれ言われたんよ。絶対さ求めてるよねってなんなの芋もち始めましたね、始まってました。ここはあ、ネモハモティ君100回目の訪問ありがとうございます。 Thank you、 これからもたくさん遊びに来てね、ありがとう。こんばんは、家買えましたって書いてある。家買えました家買えました。いつも行ってるカラオケじゃないので、また背景も変わって見えますね。何、さっき全身タコの被り物迷ってる配信者いた、やばすぎ。全身タイツやばすぎです。茶器温泉家を買うはやばすぎ車買う企画やん。もうした、銀だこのてりたまがおしたこ、おしたこ焼きです。そうなんだ、てりたまあるよね。私なんか明太ソースみたいな、チーズみたいなやつと、なんかネギなんだっけ、和風ネギみたいな、ネギ醤油じゃなくて、ね、ネギしか出てこないと、普通のやつしか食べたことないです。でもなんだかんだスタンダードが好きだなって思いました。私はわけあって全身タイツ着たことありまして、どういうわけなのやばすぎおもろ竹温泉 X を買うだって。あ、じゃあ名前ツイッターに戻そうかな
飲ませに来ました、ありがとうございます。こんばんは、茶気温泉です。今日もよろしくお願いします。ゆったりまったり茶気温泉やらせていただいてます。今週はデカタコとキングリッター集めなので、もしよろしければ、今皆さん投げていただいてる1ゴールのデッカタコちゃんを投げていただけると嬉しいです。よろしくお願いしますうん、確かにスタンダードだとカリカリのままでいいよね。分けなくて全身タイツ着てる方がやばいですそれやばすぎ。分けなしの全身タイツどういうこと全身タイツ分けなしで着てるのはもう怖いです。銀だこイコールセブンイレブンで買うもののイメージって書いてある。あー、セブンでも冷凍の銀だこが売ってますよね。あれレベル高い。通常のタコ、ミッションタコ1位ですね。だって、すごい、ありがとうございます。これからどうなるかわからないけど、ナウで通常のタコさんとミッションタコさんが1位だそうです。やばすぎ、ありがとうみんな。タコタコ、なるほどねフレディ・マーキュリーをの真似した時に来ました。わけありだった。のぼせに来ました、やっほー、こんばんは、にです。こんばんは、茶器温泉です。よろしくお願いします。こんばんは、に。本当に美しくなったなーって書いてある本当ですか、ありがとうございます。日に日にメイク技術が発達進歩しているおかげですかね。コスメが良くなるのと、私のメイク技術が上がっていることもあるかと思います。はい、こんばんは、どうも、こんばんは、にーおじおもろい。こんばんは。あ、すごい、どんどんみんな集まってきてくれてる、ありがとうございます。茶気温泉です。なんか前かがみで画面見てるのが疲れたので後ろに張り付いてます。こんばんは。すごい、タコがいっぱい、ありがとう、嬉しいです。そして初見さん、二度目ましてさんもいっぱい、こんばんは、酒温泉です。よろしくお願いします。もしよかったらルームフォローもしてってください。お待ちしてます。ふぅ、 Thank you。こんばんは、にです。晩ご飯、久々にピザ食べました。あ、いいですね、ピザはね、もう何でも好き。あの、ちゃんとしたナポリピザも好きだし、出前のピザも好きです。全部好きです。じゃげー、こんばんは読まなくていいです、読めないですあかん。お洋服めっちゃ似合うね、ファンの方のセンスさすが。本当だよね。そう、今日のお洋服はもう1年ぐらい前に、あの現役の時にプレゼントでね、ファンの方からいただいたお洋服なんですけど、あんまり自分が着ないようなタイプで、これどこのやつだっけな、ダズリンだか忘れちゃった、わかんない、そんな感じのメンバーがよく着てそうなところのやつですね。スナイデルとかダズリンとかそれ系だったと思う。ダズ感あるよね、かわいい。そう、でも今のダズリン見てもなんか、これ買いたいなって自分が思うようなデザインってなくて、でもこうやっていただいて着てみると意外といい感じとか、みんなに褒めてもらえたりみたいなやつがあるから難しいです。自分では買わないタイプのお洋服ですけど、褒めていただけてよかったです。めっちゃ細く見える。まあでもリアル茶気温泉の細さってこれってことですよね。でもそう、いつも、ね、割とね、ダボダボの部屋着を着ていると、大きめの T シャツとか大きめのパーカー、トレーナー着てることが多いからあれなんですけど、意外と茶気温泉は華奢なんですよ、こう見えて。まあでも身長も低いんですけど身長も低いんですけど、はい、体のラインは意外と細かったりします。意外とね、はい、キャシャーかぶってんだよな。
こんばんは。ありがとう。今フォローしてくれてた気がする。ありがとうございます。初見さんもいっぱいだ。ありがとうね。茶器温泉の大滝瞳です。よろしくお願いします。もしよかったら見ててください。ルームフォローも待ってます。ありがとうございます。すごいよね。この場所で、この格好で、このマイク使いながら、一曲も歌ってないのおもろい。でも今日ここのルーム入るときに、これビッグエコーなんだけど、そうビッグエコーのなんか入店システム最近変わって、タッチパネルでなんか入るんだけど、そうそこにテレワークとカラオケっていうの2択でできるようになってて、私テレワークで毎回入ってるの、ほとんど歌わないじゃん、マイク使わないし、マイク使わないで歌っててあんま響くことないから静かな方がいいなと思ってテレワークで入ったんだけど、全然両脇歌う人たち入ってこないから超助かってる。最近変わったんだよねこのシステム、ビッグエコー感謝すぎ。これからもビッグエコーのお世話になります。ありがとうございます。柴田康弘さんのファンレベル10に上がりました。ありがとうございます。10ヶ月連続の10回目突破対49人になりました。ありがとうございます。うれちみ、ありがとう。そして大沼彩さんのファンレベルが10に上がりました。10ヶ月連続の10回目突破対50人になりました。やったー！ありがとうございます。50突破した。早ー！ありがとう。3日4日で50人早いね。今月もたくさんみんな突破隊帰ってきてくれて、なってくれてありがとうございます。ぜひぜひ今月から突破隊になるよっていう方もね、いつまでもお待ちしております。ビッグエコーのパーティーコース CM ね、私目の前でずっと CM 流れてるよ今まさに。歌って弾けて笑う、歌う力を日本中に届けることはって書いてある。そう、あの音全部消してるので。あ、そうだよ、テレワークの人とカラオケの人が多分ね、音入らないようにこう分けてくれてる。そう、多分そうやってあの場所を分けてくれてるので、テレワークの方で入らせていただいてるから、だいぶ静かにやらせてもらってます。さっきのさっきまではなんか男性が一人隣洋楽を歌ってたんですけど、はい、退店したのが静かになりました。あ、ハーナビーありがとう、7万ポイントです。ありがとうございます。すごーい、早くも7万ポイントありがとう。ゆったりまったりでね、本当にありがとうございます。嬉しいです。そう、なんかね、隣さん歌ってたんですけど、退店されたら両脇多分誰もいなくなっちゃって、めっちゃ静かになりました。じゃげー、こんばんはありがとうございます。なんか鳥アイコンかわいい、白いの。おつおつ、活動時間大丈夫って、マジどういう活動時間大丈夫はマジでさ、茶器温泉どういう確認されてるんですか。もう深夜の時間しか動かないもんだと思われてる。はい活動時間大丈夫ですよ、本当に入れてください。概念だから、概念は24時間稼働してます。はい、こんばんは。すごい、今日ほんと初見さん挨拶多いですね。ありがとうございます。茶器温泉です、よろしくお願いします。お気軽コメント、お気軽ルームフォローお待ちしております。ぜひぜひ今フォローしてない方はシュシュシュお願いします。そう、なんか今週はデカタコ祭りみたいなやつに参加しているので、限定欄かな、季節じゃないよね多分、限定欄にある1ゴールドのデカタコさんを集めております。もしよかったらご協力お願いします。こんばんは、やっほー、ありがとね。そう、この体勢でまだ一曲も歌ってないので、そろそろ何かしら歌った方がいいなと思ってんだけど、どうしようかな。あ、そうですそうです、特別ギフトなのよ、限定欄にあるやつ。
そう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 。のぼせに来ました。ありがとうございます。こんばんは。やっほー。未来のレモンサワーマジですかって書いた。何？このルームで未来のレモンサワーの話題出てて気になってたんだけど、数量限定で関東以外でも売るみたいって書いてあるよ。え、今までなかったの？逆に関東以外の地方に。いや、関東以外の地方もあったんだけど再販がなかったってことなのかな。え、マジですか。そうなんだ。見たことない。でも売るらしいですよ。数量限定で関東外進出。甘い方の未来のレモンサワーめちゃくちゃ美味しかった記憶。あーね、わかる。スッキリの方より私も甘い方が好きだった。どっちかというと。それな、レモン堂はいつも近くにあるよね。レモン堂もさ、なんかさ、とか最近もう炭酸自体がなんか弱いんだか知らんけどそう、レモンサワーのあのきつめがもう肉の時しか飲めなくなっちゃって。うん、蜂蜜レモンサワーだったらレモン堂もいけるんだけど。もうウイスキーロックしかないじゃんって言われてる。そう、なんかね、いやロックもあれなんだけどさ、なんだかんだハイボールで飲んでますけど、炭酸飲むと気持ち悪くなるわ。お腹パンパンになって。でもこれの気持ちわかる人はいるよね絶対。ご飯食べてる時にさ、炭酸入れるとさ、パンパンにならん。パンパンになるとか、お腹いっぱいじゃないのにパンパンになるから嫌なんだよな。あの感覚、その感覚だけなんだよね。そう、だからお酒だけ飲みに行ってる時のハイボールだったらいいんですけど、この気持ち分かってくれる人はいそうだ。お、ありがとう。あかりまどかさん、ファンレベル10に上がりました。9ヶ月連続の9回目、突破隊が51人になりました。ありがとうございます。51突破、ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。やった！突破隊どんどん増える。嬉しい。今日もいっぱいありがとう。そしてタコもいっぱいありがとう。すごーい。デカタコ祭りすぎる。壇上やば。何匹いんのこれっていうぐらいデカタコがおる。デカタコ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 ってなってる。ありがとうございます。タコタコシーンだけど、ありがとうね。おー、すごい。今日は閲覧者さんが多いですね。ありがとうございます。ミッションで来てくださってる方も。月温泉よかったら覚えといてください。お願いします。こんばんは、ありがとう。 Thank you。 なんか適当にカラオケ入れようかな。すごいな、この前のセトリやばい。涙の表面張力、大騒ぎ天国、法定速度と優越感、君のことが好きだから希望的リフレインだって。この前のセトリえぐくない？表面張力、大騒ぎ、法定速度、君好き、希望的リフレイン、えぐ。コンサートじゃん。圧倒的コンサートじゃん。てかなんかこれ持つの疲れたんだけどさ、これさ耳にかけてさちょうどよくならないかな。これ大事、いけんのこれ。でこのこれがな、倒しちゃいそうなんだよなこれ。え、これ音入ってる、これいけてる。あ、いけてますってコメントあったな今。いけてんのこれ。入ってる、いけてる。あ、じゃあもうこれでいいや。いけそう。ショールーム、カラオケルームあるあるの巻き方だね。なんかみんなこれにたどり着くよね。今日お店行ったらずっと AKB の曲しか流れてなくて店長と仲良くないです。めっちゃいいね、最高やん。いや、その回知らないの推しすんぎーだって。めっちゃ盛り上がった。この前のね履歴5曲分ぐらいは出るのよ。そのままやってみてもいいな。そばかすのキスね、確かに懐かしい。
そばかすのキスあり。最近歌ってない。セブンティーンって入ってんの？セブンティーン懐かしい。え、待って、懐かしい、やりたい。セブンティーン。めっちゃ揺れるね。これスタンドでやってるから許してください。揺れちゃう。入ってんのかな？なんか全然なさそうなんだけど。ちゃちゃちゃ。だって AKB だったら絶対一番上に出てくるでしょ。うわ、ないわ。残念。AKB さんのセブンティーンなかったわ。残念。確かに。表面張力もあり。表面張力。そばかすは後ででいいかな。小池も多分入ってないと思うよ。それ系は。大体わかる。入ってるか入ってないか。どうしよっかな。表面張力先でいいかな。突破隊増えました。危ない。先に読みます。キュウリ屋さんのファンレベルが10に上がりました。ありがとうございます。10ヶ月連続の10回目突破隊が52人になりました。ありがとうございます。52突破です。ありがとう。うれしみです。52突破。そう、先に読んでおかないとね、曲間で読めなくなっちゃう。よ、行ってみようか。あ、あ、待って、全然音聞こえないけど。あ、あ、あ、あ。キリキリ、さよならが言えないよ。強がって微笑んだ涙の玉が警戒する。あ、あ、びっくりした。本体の音がゼロだったわ。危ない危ない。自分自身で英語で検索したけど出るものだったわ。あ、焼きそばさんのファンレベル10に上がりました。ありがとうございます。1ヶ月連続の時間で突破隊が53人になりました。ありがとうございます。これからもぜひよろしくお願いいたします。優しいふりしてる自分を軽蔑しようか。彼女とは本当に何もなかった。と否定しても言い訳をしてるみたいで面倒な。信じられなかったらおしまいだ。そうだろう。ギリギリ言えないよ。強がって微笑んだ涙のダムが崩壊する。君は少しずつ溜まってる。この胸の悲しみが濡れた瞳に溢れそうで、瞬きさえもできないくらい息を飲み、ただ見つめて動けなかった。愛とは表面張力。やっぱ歌う時は持った方がいいわ。頑張れ、頑張ります。ああ、頑張ろう。一人で歌ってくれない天気は、それはそう。それ自体は大騒ぎの音がするかも。サイズは違ったよ。まなざしに甘えてた。愛してくれたこと誰かのせいはできない。どうもですから、別れの時と言われ続けていたんだろう。なぜ君は感情的に僕のこと喧嘩できなくなったら何だろう。悲しいね。危ない。大体は楽なのに頑張って耐えている。涙に一つあふれたら期待と負けたそのすべてが止めどなく溢れ出す。だけど僕には目の前だ。君のフェイスを止める。すべとかハンカチとか持ち合わせてない。無力な男。後悔は表面張力。ちゃんと直ってきた。これ変わってたんだね。発見すぎて初めて知りました。あ、8万ポイントありがとうございます。キ
ギリギリさよならが言えないよ。強がって微笑んだ涙のダメが崩壊する。君はすごく溜まってるこの胸の悲しみが濡れた瞳にあふれそうで。ごめんなさい。帰ってきたら終わってたわ。まばたきさえも帰ってきたら終わってたんですけど、カラオケ始まって1曲目だったのでせっかくだから30分延長しました。今日後ろが別に何もないので。もういいところで最後のサビのいいところで止めるからさと思って、はい。帰ってきました。あ、N4 さんのファンレベル10に上がりました。ありがとうございます。10ヶ月連続の10回目突破対54人になりました。ありがとうございます。 Thank you。 嬉しいです。ぜひ今月末まで応援よろしくお願いします。 Thank you Thank you。 こんばんはにです。改めてコメント欄見返すと面白いんだけど。伸ばせに来ました。ありがとうございます。こんばんは、やっほー。こんばんは、こんばんは。涙の表面張力はある程度克服したと思ってんだけど大丈夫そうですか？ある程度。あら、皆さんありがとう。初見さん、二度目ましてさんもこんばんはです。そしてたくさんの方がタコさん投げてくれてありがとうございます。グリッターもありがとう、嬉しいです。それなりに完璧、大丈夫そう、ありがとうございます。少しは良くなった。完璧、グーのね。100メートルコンビに歌ってくださいな、めっちゃさっきから言ってくれてるよね。確かにそばかすもそうだし。口がね回らなくなっちゃうのだけがね本当に一人で歌うマイナスポイントですね。アイドル修行中の曲ってあと何あるっけ入ってんの。まあでもそばかすか。それで言ったら、お、流れ物さんのファンレベルが10に上がりました。ありがとうございます。10ヶ月連続の10回目突破隊が55人になりました。ありがとうございます。 Thank you です。55突破ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。遠距離ポスター入ってないです、すいませんね。セブンティーンもさっき入ってなかったもんな。アーティストのね AKB48 っていうところがあって、あの普通のカラオケと同じような感じで、それで一覧で見てるんだけどね、入ってないんだよね。サシスセってやっても、重力とか水曜日のアリスとかの流れで見てます。で、生き飲み方じゃない、ヒットセーブもうそうだもんな。そばかすのキス行ってみようかな、さっき懐かしいって思ったから。そう、遠距離ポスターも入ってないんですよね、悲しい。 DJ はね全然曲がわからないので、多分あのこの前の表面張力よりひどいことになります。そばかすもセブンティーンもほとんど同じとは。JK も入ってないですね。あの何度も言ってるんですけど、劇場公演曲はほとんど入ってないです。ただなんかそのなんだっけ、シアターの女神公演とかの円盤化されてるやつだけうまく入ってます。そうなんだけど、最終ベルが鳴るとかなんかその辺も入ってないです、不思議。こんばんは、ありがとうございます、やっほー。
なんか家族 LINE にマリちゃんの動画がめっちゃ送られてきてるんですけど今かわいすぎるんですけど、なんだろう、後で見よう。マリちゃんの動画が2個今来ました。かわいい。なんだろう、腹を触ってる、うちの両親のどっちかが腹を触ってる癒しの動画、写真じゃなかったな、動画が届きました。かわいい。後で見よう。30分の延長だから割とすぐに呼ばれそうだな。あー、ワンツースリー、ワンツースリー、ワンツースリー。真冬の海は静かすぎるね、寄せる波が耳にささやくよ、今日は一人で来たの、過ぎた季節が砂に埋もれて、片方だけのビーチサンダルが色褪せた恋、ライブしてばもあの人と出会ったこの時さ、いちごミルクのかき氷溶けるまで話したね、夏のキスはずっと残る、日焼けがそばかすになるように、見つめ合ってどうしよう、唇から唇へと愛が伝わった、夏のキスはずっと残る、鏡の空の中に映れてる、今の胸がキュンとするよ、心のこの足跡を後悔していないわ。ヘンリー・オットさん、ファンレベル10に上がりました。ロックユーズ56人になりました。ありがとうございます。そして続いて竹丸さんのファンレベルも10に上がりました。10ヶ月連続2回目、いつもありがとうございます。突破隊が57人になりました。ありがとうございます。今月まだラストまで長いので、最後まで応援よろしくお願いします。ありがとう。次から歌おう。手を握るのも初めてで、ぎこちなく歩いた、永遠より長いような照れくさい夢を見た、夏の恋はいつか泣いて、いつか先輩から聞かされた、小麦色の跡を残す、忘れられない恋のかけら、続く数えた、夏の恋は二日で弾いて、否定していたけど本当はね、この海にはもうないわ、あの人がいないなら切り分けることもない。懐かしい。こんばんは、ありがとうございます。幸せいともありがとう。そう、山自体聞いてくれて笑った。こんばんは、初見さんありがとうございます。初見さんのお客一人です。ゆったりまったりやってるので、ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。夏のキスはずっと残る、日焼けがそばかすになるように、いつで唇から唇へと愛が伝わった、夏のキスはずっと残る、鏡のその中に映ってる、今の胸がキュンとするよ、心のこの足跡を後悔していないわ。
ありがとうございます。なんかさ、感想で話すのがさ、もうな慣れすぎてさ、尺みたいによろしくお願いします、夏のって入れるようになってるの、やばい。そう、流れでできるようになってる。どうせに来ました、ありがとうございます。こんばんは。さっきね、今ここカラオケルームにいるんですけど、さっき延長して30分だけ追加してくださいって言ったので、割とすぐ剥がしのお電話がかかってくるので、そう、あと10分ぐらい説があるから、はい、ご了承ください。明日とかの配信はいつも通りの22時とか23時台、いつもの夜の配信になると思います。今日だけはちょっと早めの配信です。はい、剥がしのお電話がかかってきますこれから。はい、でもこの時間にやってみると、なんかこういつもの方はもしかしたら見るのね大変かもしれないんですけど、はい、たまにしか見れないよって方とか、あとミッションで回ってる方に初めて見ていただいたりね、注目してもらえる機会ではあると思うので、はい、できるときはね、変な時間にもやってみようと思います。 いつもの方が変な時間なんですけど、はい。おっさんのファンレベル10に上がりました、ありがとうございます。10ヶ月連続の10回目突破隊が58人になりました、ありがとうございます。すごい、なんか60突破しちゃいそうじゃないですか、ありがとうございます、嬉しいです。ぜひ今月も最後まで応援よろしくお願いします。わーい。ちょうどお仕事休みだったんで見れました、私もお休みでした、ちょうど。お、1位になった、すごーい。配信ラストあたりにまた1位になれました、ありがとうございます、すごすぎる。最近なんかいろんなイベントでその週の中で一度だけでも1位にならせていただくことが多いですね、すごくないですか、ありがとうございます、すごーい、やばすぎる、ありがとうございます、すごくない、なんか前回も前々回もさ、なんか月曜日だけだけどとか今だけだけどって言いながらさ、1位にねいさせていただくことありますよね、嬉しい、ありがとう、さすが。ルーム徘徊してるの今、回ってる、今日も風邪ひかないよリュル、だって優しすぎ、ありがとうございます。はい、茶毛温泉とっても元気なので大丈夫です。タコやばすぎ、いっぱいありがとうみんな、本当にすごすぎるんだけど、1ゴールドタコちゃんもミッションクリアタコちゃんもたくさん投げていただきありがとうございます。こんばんは、ありがとう、こんばんはにです、どうもです。しかもこんな全体日ですごすぎる、え、本当だよね、ありがたいことです、本当。今のところキングタコ以外も1位ですね、だってやばすぎる本当に。先週のイベントで瞬間でも1位になったのはすごいと思って、マジです、先週は特になんかもうねいろいろ被ってたからやばすぎた、ありがとうございます、もういつもいつも皆さん、タコ漁なんか懐かしい、タコ漁。確かにラスト新橋ちょうどいいかもしれない、なんか臆病な怠け者とかあの辺全部入ってなかった気がするんだよね、リクエスト多いんだけどシュガーナイトもないし、そうですね、重力新橋歌ってる間に来そうだな、また電話が、力お電話剥がしが来そうですけど、しがないんですよ、しがないないんですよ、伸ばせに来ました、え、待って、初見マークついてるけど絶対久しぶりな気がする、こんばんは、茶毛温泉って名前でやってます、今は、こんばんは、え、ありがとう、絶対知ってるよね。茶毛温泉です、よろしくお願いします、
大竹ひとみさん茶気温泉っていうルーム名にしてひっそり配信していますので、ぜひぜひこれからも応援よろしくお願いします。ルームフォローしといて。そう、茶気温泉ですって言いそうになったけど、茶気温泉って言って分かんないだろうなって人いるよね。大竹ひとみです、あの時の。でももう派手髪ショートの大竹ひとみさんで印象を止まってる方ってさ、茶気温泉にさたどり着いても歌ってない限り分かんない人とかいそうだよね、たまに。もしかしたらね、印象も変わってるし、髪の毛の色も長さも変わってて、メイクも変わってて、分かんない人は分かんなそう。ひっそりという名のトップランカー、それはそうなんだけどね。びっくり、ありがとう、たどり着いてくれて。もしよかったらルームフォローもしといてください。来てくれた方みんなありがとうございます。僕10万ポイント達成の花火も上がりました。ありがとうございます。嬉しい、すごーい、勢いやばすぐ近くなのに離れて感じる君はバスの二つ前の席、ごめんね息の音。かけるにはちょっと恥ずかしい、何度恋をしても慣れないね。カーブ曲がり体が傾く時、その方向を何でさ君に終了しかし何も話せなくても、確かに今僕らは一つになる。君に終了しかし後ろ気づかなくても、分かり合える日が来るよ。喉が開いていた。ありがとう、こんばんは。着いたらタコやばいことになるか。嬉しいです。窓が曇るほど乗客は多く、君の顔が影で見えなくなる。しゃるその声に耳を傾けて、僕は胸の奥をときめかせた。バスが急にスピード上げた瞬間、みんな一緒に溶けそうだ。愛は重力フレンズ、そこにいるそれだけで作り嘘を、地球を共有する。愛は重力フレンズ、そんな位置されてなくてもそのベッグの進めばいい。お金を踊る、重量心配し何も話せなくても、確かに今僕らは一つになる。君に重量心配し、いつか同じ重さで愛について思うだろう。懐かしいね。最近なんだかんだ歌ってなかった気がします。ありがとうございます。おお、新橋歌ってて剥がしの電話来なかった、セーフありがとうございます。重力新橋でした、イエーイ、パチ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 、ありがとう、みんな優しすぎ、パチ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 、拍手がいっぱい、ありがとうございます。はい、重力新橋って言ってますけど、新橋ではありません。席外してて帰ってきたらまだやってた、イエス。部屋が
7時53分までならあと4分で剥がしの電話が来る。マジ30分延長だから56分までってことはプラスであと3分だからあと7分で剥がしの電話が来るそうですはい、26分予定なのを30分延長したので56分予定ですね。そろそろ電話来るかな。あ、出て 100m コンビニも来てたわ。そういえばコンビニへ 100m いつものな足コーナーで宝石級の可愛さだー。だってありがとう宝石級はやばい。ありがとうございますぜひこれからも応援してね。ありがとう。12万ポイント花火もありがとうございます。すごすぎる。ありがとう。12万ポイント花火いただきました。やったね。100メートルコンビニ歌ってる間にぐらいかな、入れてみようか。とりあえずいけるかわかんないけど。お、ビンゴがある。ビンゴビンゴ。僕の太陽公演がもうすでにめっちゃ懐かしくない？なんかさ、もう劇場も閉まっちゃってさ、劇場公演がさ、僕の太陽やんなくなったでしょ。地方公演だって違う公演じゃないですか。僕太自体懐かしいよね、もうすでにきっとね。ランランランなんて分かる。あ、ありがとうございます。塩さんに参加してたっけ？ファンレベル10に上がりましたね。3ヶ月連続の2回目。また違うわ。なんか、あの、違う、ハクロさんだ。思い出した。詐欺で呼んで違ったんだ。2ヶ月連続2回目突破隊が59位になりました。ありがとうございます。え、合ってるよね。だったと思うんだけど、読み方違った。ヤクロさんかハクロさんだった気がする。ありがとうございます。今月も応援よろしくお願いします。So
どんどん突破さんが増える。本当にありがとう。今月もまだまだよろしくお願いします。好きなもんはしょうがない。イエーイ、ありがとうございます。そして突破隊がどんどん増えても、60人突破しました。ありがとう。そしてなんと14万ポイント13万ポイント突破しました。すごい、花火も上がってすごすぎ。ありがとうございます。嬉しいです。みんなタコさん投げてくれてありがとう。やった。まもなく電話かかってきそうなのであれなんですけど、今日はなんだかんだカラオケもできたし、ゆったりまったり配信もできたし、昨日できなかったカラオケ配信、カラオケルーム配信もできたし、はい、なんでもできてよかったと思います。そしてね、昨日までのハロウィンイベントも本当に総合3位までみんな頑張ってくれてありがとうございます。ガチイベじゃないのに3位のもうとんでもないポイントで、もうびっくりしちゃいましたけども、はい、あのイベントは多分クオカードとあとなんだっけ、死神猫ちゃんの特典のやつが多分入ってくるかなと思うので、また到着したら皆さんに共有しますので、はい、何かに使ったり何かをゲットしたりした時にはみんなに共有させてください。ありがとうございます。本当にいつもいつもありがとう。茶気温泉の生活が、生活と配信上のエンタメは皆さんに守られております。なのでもしかしたらタコイベの間に何かが起きるかもしれない何かが起きるかも。でもタコのアバターはちょっと書いてみたいなと思って、今後使えそうなのでコーヒーチケットだっけ、なんかアイスだと思ってた。コーヒーチケットでもアイスチケットでもどっちでもとっても嬉しいけど、ありがとうね。本当に私がお願いしなくともランキングに入って何かがもらえそうだからっていうので調整してくれてありがとう。来ました、バイバイされました剥がされました。茶気温泉もみんな私が剥がされたよ。レーンの外に引っ張り出されそうなので、そろそろ終わりにします呼ばれてしまった外に。パンダムルさんの61番目は100メートルコンビニのアウトロで読まなかった、読んでなかったっけ、読んだ気になってた。ありがとうございます。毎月毎月ありがとう。そして15万ポイント達成の花火もありがとうございます。本当に嬉しいです。 Thank you、 いつもありがとう皆さん。大喜利指数も6700オーバーでありがとうございます。嬉しいです。読んだはず、うん、読んだ気がするけど、にしても本当に60オーバーでありがとうございます。皆さん本当にいつもいつも突破隊早く戻ってきてくれて嬉しいです。明日の配信はまあ今日みたいな変な時間はやらないと思います。はい、22時台23時台のいつもの時間に戻ってくると思うので、もしよかったらまた、はい、タコ祭りを盛り上げてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、一般的には時間帯じゃないんですけど、私にとってはこの時間が珍しかったのでね。はい、あ、チョコチップさんのファンレベル10に上がりました。ありがとうございます。10ヶ月連続の10回目突破対62人になりました。ありがとう、嬉しいです。62突破感謝、ありがとうございます。すごい、もうタコ止まらないんですけど、タコ集めておきます。もうありがとうね。ミッションがあると思うので、皆さん大変だと思うんだけど、いろんなルームの視聴した上で
タコさん集めといてくれると嬉しいです。配信終わってうわ寝る時間がってならないのは嬉しい。いやそうだよね、あの遅い時間帯の寝落ち配信としては有効なんですけど、あまたこんな時間まで起きてしまったっていう風になるのが申し訳ない。あ待って、ニコさんのファンレベルが10に上がりました。ありがとうございます。10ヶ月連続の10回目突破隊が63人になりました。ありがとうございます。待って、どん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 突破隊が増えていてありがたきです。嬉しい、ありがとう。みんなでタコ漁だね。今週はタコ集めよろしくお願いします。ではでは、そろそろ壇上を読んで終わりにしたいと思います。今日は早く寝まするね、みんなそうしましょう。壇上壇上。13位から田沢さんありがとうございます。12位国広さんありがとうございます。11位レインボーさんありがとうございます。10位恵子さんありがとうございます。9位キュウリアさんありがとうございます。8位竹丸さんありがとうございます。7位ヘンリーオータさんありがとうございます。6位翔一さんありがとうございます。5位小次郎さんありがとうございます。そして4位夫のゆうき、ダメです、ありがとうございます。3位ゾウさんありがとうございます。そして2位ゆうちゃんありがとうございます。そして1位はゆうてぃぜんたさんでした。ありがとう、 Thank you、 ありがとうございます。ありがとうございました。みんなたくさんありがとう、本当にありがとうございます。ここに来てタコが止まらないね、びっくりしたけど、みんなありがとうございました。あれ壇上変わってない、大丈夫。え、国広さん、レインボーさん、ケイコさん、磯風さん、キュウリアさん、竹丸さん、ヘンリオタさん、翔一さん、小次郎さん、音のゆきぞうさん、ゆうちゃん、ゆうてぃぜんたさん、ありがとうございます。なんか今更新されたので一応読んでおきました。大丈夫かしら、もう一度読んだ分も伝わってますか。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。おやすみなさいませ、早めですけれども。プロライバー言われてる、ありがとうございます。早いけどおやすみなさい、ありがとう。タコが止まらないとやめにくいわ、本当にありがとうね。みんなタコさんたくさん送ってくれて、いつもありがとうございます。止まらないタコ。ありがとう。じゃあ終わりにするね。タコタコしい、待って、配信設定にやんないといけないのか。ありがとう、バイバーイ。